バンドを練習してたところよ、
僕らの子供の頃はレンタルスタジオっていうのがなかったですからね、町に。僕は九州の福岡の大牟田っていう町で、そこで生まれ育って、でそこには要するに町外れに行かないと、海の町じゃない、僕のところの有明海沿いの大きい音を出すために、そうそう、リハーサルスタっていうものが存在しない町だったから、要するにガレージ、海のそばにあるちょっとポツンと離れた、ガレージってかっこいいタイトルをつけておりますけど、要するに小屋です小屋で一生懸命練習してたってこと。本当にだから高校生が自転車越えて行ける距離、町外れの距離ですくらいです、はいはいはい、勉強になりました、はい、ね、貴重な話聞き出したでしょ、イエーイ。